はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。炎のアコギ屋オットリーヤ中澤チャンネルでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、ヤマハファンの方、そしてテリーズテリーが好きな方、ぜひ最後まで見ていただきたいおすすめのモデルをご紹介させていただきます。本日ご紹介させていただくのはこちらでございます。じゃじゃんということで、 M 関 TM カスタムでございます。この M 関と聞いてですね、ん?っていう方もいらっしゃるかもしれません。実は M 関というモデルはですね、あの関道雄氏がですね、制作しているギターとなっております。関道雄さんがですね、ご存知ない方、ご説明させていただきます。関さんはですね、ヤマハに在籍しておりまして、ヤマハの方でですね、カスタムギター等をですね、手掛けていた方で、現在はですね、あのテリーズテリーのギターを制作しているですね、もう私が尊敬できるルシアさんでございます。その関さんが作ったギターとなっております。ではですね、早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックとコンディションでございます。はい、まずスペックの方からご説明させていただきますと、こちらテリーズテリーの TM モデルとなっております。まあトリプル O のようなですね、サイズ感がありまして、まあしっかりと動圧があるような、まあ非常にこの日本人の体型にですね、合わせた弾きやすい人気のあるこの小ぶりなシェイプとなっております。トップの方はスプルース、サイドバックの方がローズウッドのオールタンバでございます。そしてネックの方マホガニーで、シバンとブリッジの方はですね、エボニーとなっております。そしてなんといってもこの漆黒のボディ、そしてこのバインディングの方に入ったですね、このインレイ、そしてこのバインディングはメープルとなっております。はい、そしてですね、こちらのポジションマークの方もオリジナルのポジションマークの方が入っておりまして、このヘッドの方にもですね、しっかりとインレイ装飾が入っておりまして、このペグの方は5等のゴールドの高級ペグの方が搭載されております。そしてこのバックの方にもですね、しっかりとこのインレイ装飾の方が入っておりまして、もう非常にこの高級感あふれる仕様となっております。もうまさしくテリーズテリーそのものと言っても過言ではない、そんなモデルでございます。中のラベルには前のオーナー様の名前が入ってるんですけども、こちらの方は関さんのご好意でですね、新しいオーナー様のお名前を入れさせていただきますので、ぜひその辺はですね、ご購入時ご相談していただければと思います。はい、そしてですね、ナット幅の方が約43ミリほど、ネックのシェイプは、まあ、薄めの、まあ、U シェイプといったところで非常に握りやすいネックグリップをしております。はい、そしてですね、コンディションなんですけども、やっぱりブラックボディということもありまして、まあ、磨き傷であったりとか、まあ、ちょこちょことしたですね、細かな打痕の方が若干入っておりますけども、まあ、大きな傷、ダメージっていうのはですね、ございません。非常に、まあ、丁寧に扱われてきた、そんなモデルだと思いますので、まあ、備品好きな方にもおすすめできる、そんな個体となっております。はい。そしてですね、フレットの残りも十分ございまして、ネックのコンディションも抜群でございます。末永く安心してお使いいただける個体となっております。そしてですね、こちらはハイランダーのピックアップの方が入っておりますので、ライブ派の方にも即戦力になる、そんなモデルでございます。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、もうさすがですね、もうほんとテリーズテリーを作ってる関さんが手掛けるこのモデル、もう深い低音からきらびやかな中高音、この小ぶりなボディなんですけども、非常にこの深みのあるパワフルな音色ともしっかりと出ます。もうこれぞやはりメイドインジャパンっていったところでしょうか。非常に素晴らしいクオリティサウンドをしておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。弦の方はフォスパーブロンズのライトを使用しております。
ありがとうございます。いかがでしょうか、まずこの低音、うわ、この深みのある深い低音、この小ぶりなボディなんですけども、このお腹にですね、もうビンビコビンビコしっかりと伝わってきます。そしてこの中高音、から美しいローズウッドらしい音色、もう素晴らしい音色でございます。これぞ最上級の音色といっても過言ではないんじゃないかなと思います。素晴らしい音色です。うっとりします。はい、といった感じでございます。ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音、綺麗な音色、しっかりと奏でてくれますよね。もうピックを使ったコードストロークから、こういった繊細なアルペジオやソロ弾きまでですね、オールマイティにこれ一本でお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント、最後、三つ目でございます。希少性、そしてプライスでございます。はい、もうこちらのですね、関さんの手掛けるこのカスタムモデル、このユーズド指導にはですね、ほとんど出回ることがないです。しかもですね、この人気の TM モデル、この漆黒のブラックボディ探してた方も多いのではないでしょうか。もうかなり人気が高いモデルでございますので、ぜひお探しだった方はですね、これを機会にご検討していただきたいです。そしてプライスなんですけども、こちらのモデル、最初にもお伝えしました、あのテリーズテリーとほとんど同じと言っても過言ではない素晴らしいクオリティのモデルでございます。それがですね、かなりお値打ちだと思います。ですので、テリーズテリーはさすがにちょっと手が出なかったっていう方はですね、これを機会にご検討していただければと思います。本当に素晴らしいモデルでございます。はい、こちらのですね、ギターの詳細や在庫状況、あと価格につきましては欄外にですね、 J ギターのページのリンクの方が貼ってあります。ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は2005年製 M 関 TM カスタムをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、LINE アットのご登録、いいねの高評価ボタン、ぜひポチッとお願いいたします。はい、ということで本日もありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。